明和町内の野球人口を増やしプロ野球選手を目指す子どもたちを育てようと元高校球児らを主体にした地元有志で作る実行委員会と明和町などが初めて開きました <laughs> 今日は町内の小学生を中心におよそ90人が参加中日ドラゴンズで野手として活躍した平田涼介さんや伊勢市出身で 元福岡ソフトバンクホークスの江川智明さんら、4人の元プロ野球選手が指導に当たりました。子どもたちは憧れの元プロ野球選手を前に目を輝かせながら、バッティングのコツや正しい投球フォームなどを学んでいました。 いろんなことが学べてすごく楽しかったしその自分の実力も上がったと思,った思うのでい,いい機会を作ってくれたなって思いますハーフバンドが一番難しいというのが分かりました江川選手のような選手になりたいです。